内田正雄から1876年2月1日は、江戸時代末期から明治時代初期にかけての日本の洋学者。旧幕臣。通称、常次郎。ろ兵昌平校、長崎海軍練習所で学び、文久2年にオランダ留学。明治維新後、大学南校で教える。甲板世界地理書、四智役を刊行した。天保9年、昌布神組。 石川門戸支配下の三百国の幕臣、万年、サブロベイの次男として、江戸に生まれる。実名は正明、通称は常次郎。幼い頃より学問を好み神道と呼ばれるも、剣術家としても知られていた。安政四年、前年に受験した昌平校の学問吟味に、高科球大師。 高成績で非常な秀才と認められる。この頃、蘭学塾に入り、赤松時長から、オランダ語の指導を受ける。長崎海軍伝習所3期生として選抜され、伝習所で航海術と測量法を学び、さらに語学、世界地理、西洋数学を、オランダ人教師から学んだ。安政6年に伝習所が廃止された後も長崎に、とどまり、微分、積分など、 数学の個人教授を受けた。同年、江戸へ戻り軍艦総連署の教授法手伝いとなった。万円元年、千五百国の旗本、内田修繕の婿養子となり、内田星となる。文久元年、正式に軍艦総連署教授法となった。また、江本武明とともに軍艦組出役となった。文久二年、幕府のオランダへの軍艦発注に伴い派遣される。 オランダ留学生として、榎本武明、赤松時永、沢太郎左衛門、青州、津田真道ら15人を率いて9月11日に出港。途上、ボルネオ島の近海で海難事故に遭い、乱漁バタビアで1ヶ月滞在する。その際、市内や周辺のスケッチを行い、文献や資料を収集した。再び、オランダ船でインド洋を成功し、 希望峰を回り、大西洋を北上し、出港から7ヶ月後の文久3年4月、ロッテルダムに到着した。オランダ滞在中、海洋の建造を見守りつつ、同地で、戦具、運用術、砲術などを学ぶ。内田は、一行の中で、最も身分の高い直参旗元であったことから、留学生の代表である取締役を命じられ、資金の管理。 第2回県王子節団の王接、パリ万博の幕府側出品交渉役など多岐にわたる職務も担当した。東中は、軍事だけでなく、美術に強い関心を抱き、美術品を収集、油彩画を購入し、後に日本へ持ち込み、明治初期の博覧会に繰り返し出品した。これは、明治初期の貴重な西洋画教材となった。現時元年、 トルトリヒトで建造中の軍艦に海洋と命名。フランスへ二度出張し、フランス海軍の動向を視察し、イギリスにも出張した。慶応二年、海洋が完成し、留学生らの手によって、オランダよりマゼラン海峡、ケープタウンを経由して、インド洋から日本まで世界一周を、果たして慶応三年三月、日本へ帰還した。帰国後、 軍艦頭まで昇進し、軍艦総連署にて、陸上勤務を務めた。しかし、明治維新による政権交代により、海軍を除隊し、軍事職を辞任。維新後はなお正夫と改めた。明治政府に招かれると、学校を取り調べお用係を務め、大学南校の管理となる。その傍ら多くの著作をなし、代表作として、世界一周の経験をもとにして、 地理書、予知史略がある。予知史略は、世界の国政や生態、風俗、歴史を5つの地域に分けて、図版を多く交えて書いた啓蒙的なもので、福沢諭吉の学問のすすめや中村正直の最後くり編と並んで、明治の三書と称されるベストセラーになり、当時の各府県の小学校、市範学校の教科書としても用いられた。 美術に関する見識を買われ、博物局長、町田久成に招かれ、王国博覧会事務局へ出向し人身検査に参加する。明治6年に時間し、翻訳著述に専念するも、明治9年に病で死去した。ありがとうございます。